あ始まりました古街団の論壇。この番組はカリスマプログラマー古街団による理系エンターテイメントトーク番組になりますえー、私は司会の山地達也ですどうぞよろしくお願いします今日あの番組のタイトルあの世界中が炎上する夏ってつけてみたんですけど <laughs> いいニュースが一つもない <laughs> 燃えてますよね世界中なんかシベリアですごい森林火災が起こってるの皮切りにっての辺変ですけどまあろくなニュースないですねろくなニュースないですよねなんかあの世界はもちろんその日本国内だけでも結構陸ナビとかんぽ生命とかすでにぐったりしてるんですロングらイなニュースがもういやほんとあねえもう。 もう夏バこんなに、うん、なえなんか最近やっぱニュース、うん、ファクトフル,フルネスを紹介した後で言うのもなんですけど、うん、悪いニュース悪くてでかいニュース増えてないですかみたいな,、うんうん、なんかそういう気がちょっとしてきちゃうんですけどね、うん、そういう統計上の事実とはまた別に。あであとあの限定の方で天気の子についてもちょっとネタバレ交えて語ろうと思いますのでよろしくお願いします。 じゃあ、まずはどこから行こうかな。えっ、ー、と、炎上、燃えてるところの一つ。日いや、どれも燃えてるじゃん。<笑><笑>じゃあ、まずは日韓あたりの燃えてるところから。ああ<ー>、ね。日本と韓国の。ああ、もう、これはもう、もう何と言えばいいのかな。あの、あ,あの、世界のあちこちでもう、あの、もう何十年、あの、あるいは100年以上燃えてる、あの、 で、あの、ところとかあるじゃないですか。確かカザフスタンだったっけな。はあ、あの、はあ、そう、だから、あの、だから天然ガスが、がい,いや、違う、違う、<あ>普通の天然ガスがだも、だから、燃えて。だから、普通の、だから、物理的な炎上ね。もう、あるいは、えっ、ー、と、あれだ。あの、ペンシルベニアの炭鉱。火災が、だから、まだ、いまだに燃えてるとかね。はい。うん。<laughs> うん、うん、で確かに日韓関係というのはそういったところというのはだからあ,あのあるんだけれども、うん、まあ常に火種は何か抱えてるというのはあるけれども、うん、でもその一方で、うん、あれなんだよねあのすごいお得意さんでもあるんだよね。結構ななんかねその 貿易の額だったりとか、うん、6兆円ぐらい黒字だったはず日本のはい、うん、でなんでそうなるかっていうとあれなわけですよだから日本からだからだからいろいろなハイテク原材料を買ってだからあの韓国はさらにだからそ,あのそれをあのだから最終製品にしてだから世界に売ってるからまあそういうことになるわけですけれども、うん、はい。 いいろろ日韓関係こじれて韓国をホワイト国グループ A っていうんですか新しくそこから除外して例えば半導体関係の材料を韓国が買おうとすると面倒な手続きがちょっと必要になっちゃうみたいなことになったというんですけど。で普通にしただけだっていうかもしれないですけれども例えば今日本の人が海外に行くときに。 ビザを取る人ってどれくらいいますビザあまあ普通はパス,ポートだパスポートとあれですよ、うん、あの航空券さえあればいいわけですでも本来はだからそれに加えてビザも詐称、うん、も必要なわけです、ね、なんか大使館とかにこう申し込んですよね結構、うん、だからビザなし方がだかが普通にだからあのだからビザを取ってくださいっていうのは結構あるのよ うんうん、で結構その差というのが大きかったりするんだよね。ははははははこの今回のそうじゃあそのグループ、うん、ホワイト国とかの話にしても、うんうん、それぐらいのインパクト、うん、ビザなしだったのがビザありになるぐらい、うん、しかも韓国ってだから中国はアメリカの次たりに来るんじゃなかったっけ日本の貿易相手としては。はい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 。はい、はい、これってじゃあ結局もう ただし、うん、そういった扱いが始まったというのは比較的再現なんだよね。日本2004年だったっけ？うん。そのホワイト国としてと,というのか、要はだから一括でだから検査を免除します。っていうような。うん。うん、うん、これ影響って何気にでかかったりするんですか？やっぱり。どうなんでしょうね。でも結局、うん、あれですね。あの、近年の貿易で言うとだから、お前のところには。 あの売らないお前のところには売りにくくしてやるというのはあのあれですあの別の輸入相手を開拓するという方法でだから大抵あ、あ今や世界の貿易っていうのは基本的にあのよほどのものでない限りあり買い手市場なんですよ。 なんかそうそう,そうだからその時にもだから、うん、そうだから今度はだから日本が買う方でしたけれども、うん、はいだからその時には見事に迂回した上であれですあのあのあれです WTO に訴えて、うん、でだからあの中国がだ,あのそのあのだから負けた上で WTO の裁定にしたか従ったとはいなんか今回もじゃあ結局似たようなその韓国が別の そのかあの売り手を見つけるとか、うん、あるいは自社、うん、あ自国内で開発するとか、うん、で品目を見ると、うんまあ、確かに高純度のっていうと難しいですけれども、うん、あれですよあのねえあのねえあのねえあの復活水素ってそうだから化合物としては単純ですからね。 安全にだから扱うというのが難しいというのがあ,あるんですけれどもいやだから本当に世界一というのにあぐかからをか書いてるとあれなんですよねあのすぐ持ってかれますからねまあすぐっていうのもあの大げさかもしれないですけども例えばあの日本のおかげと言われてたものといえばだからステッパーという機械があります。 これはそう半導体をだから作るときにまあまあ半導体というのはだから写真技術をだからあのだから応用して基板のサイズまでだからだから縮小しただから回路図というのを、は。い あの <laughs> そうだから照射してやるためのだからあの機械でまあ、これをステッパーって言うんですけれどもうん、うん、か,かつてはあれですよねだからニューコンとかキヤノンとか要は日本の,あの光学メーカーうん、うん、そうカメラメーカーが強かったんですけれどもあの今やあのだから世界トップというのはあ,あのあれですかねあの ASL あの。 <laughs> ニドルマンスニドルマンスニンスってあ,あ,のあれだオランダの会社にな <laughs> <laughs> ってます、ねはい、じゃあ結構そういう業界自体の中心が移動しちゃうことって普通によくあるそう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 <ー>だからおまんが売らないんだったらだから結構他から買いますっていうのがやっぱ強いんですよねうんどんな分だって石油ですらそうですもん オイルショックの時というのはもうそれはオペックの力というのは強かっただからお前には売ってやらないって言ったらもうあれですよねう頭下げるしかだから日本はもうあの当時はペコペコ頭下げてましたけれども今はもう石油レベルの,あ,のあれですねだから資源が偏っててかつあの貿易額もだから大きなだから商品ですら うん、迂回でできちゃうんですよね、はいまあ、アメリカなんか自分のところで取り、はい、にくくなったしなるほどねこれ、うん、コメントにもありましけど結局この行動っては日本にメリットなさそうなっんですなこれ、うん、<laughs> 日本企業は売れないし、うんうん、売りにくくなるし韓国もなんか買えなくて困るしでも誰もって言いましたけども厳密には関係者は誰も嬉しくない。うん そうあのあれですあの韓国に輸出している企業も面白くなければあれですよねだから韓国の方も当然面白くない、うん、でも面白がる人がいるんですよね無関係な人ほど面白がる <laughs> 無関係な人ほど気持ちよくなるなるほどねはいなるほどね、はい、そういう何ていうかまあ反,感反中的な文脈の人とかが喜んだりするとかそういうなるほどな、うん、これ 韓国って今、いろいろ大変な、うん、ホワイト国除外の,そのニュースが出たとたんにウォンがすごい安くなったりとかして韓国通貨危機なのちょっとそれ,それだけじゃないんですけどもね、じゃあこれが直にその前みたいな IMF が介入するみたいな韓国の通貨危機になるというわけでもなさそうえと今、だから外貨準備がすごいクランチしてるとかそういったことはないわけですようーん そうかじゃあこれが直にどうのこうのなるとは限らないわけだ,、うんうん、だから少なくともあれですよ IMF の頃にだから比べればあの韓国経済っていうのはロあのもう旗から見ててもロバストですよね。 あうん、じゃあ、なんか日本ってそのこのやつっていうのが攻撃に効くと思っ,とったら大間違いで自分の方を心配しないやもうはっきり言ってあれですあのあの喜んでるのは玄関中の皆さんだけです。なんか、うん なんか日本の方が実はダメージ大きくなったりとかする、うん、いやはだからこれはあのあれですよだからあの,あの中国製品のだから関税を上げてようとし,上げようとしてるアメリカにも言えることはあじゃあその流れでちょっとその追加関税そうだからあれなんですよそれで留飲を下げる人たちというのははっきりって あの本当実際に利害関係がない人たちばっかしだから <laughs> ああ投資やってるわけでもねえしもの作ってるわけでもしそう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 だから客がいるわけでもないしということで、はい、なんか全然縁のない貧乏人が騒いでるみたいなことだったりもするもまあそういうことなんですよね <laughs> こういうと問題があるから、はい、今卒業後はそうなんだこれ、はい、じゃあその追加関税のや前にその アメリカに下げしたりとかそういうこともやったけど追加関税やったおかげでなんかアメリカの株ってガーンと下がり円は高くなりみたいななんかちょっと今あの市場とかでは混乱状態になってますけどまあこの程度では混乱と思えなくなったねやっぱりリーマンショックの後ではこれどうですかリーマンショックぐらいでもあれなんだよね例えばリーマン級ならあの消費税 あの消費増税を凍結とかって言っててそこまでそこまでのはないからやっぱり増税しますとかつって言って,てそれはさておきリーマン・ショックぐらいでもまだディプレッションまでいかなくてリセッション止まりなんですよね<ー>、はい、ちょっと景気後退っていうことですよね、うんうん、リセッション。ねうん ただやっぱあのいくつか懸念材料があるのはあのリーマン・ショックの時よりもアメリカ人借金増やしてんだよね。そうん、えそれそれの,家のレベルでっていうのうそ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 れってそうのはやっぱり家がなそう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 そだかうそ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 ううそ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 ううそう ーマショックの時よりも大きくなってるんだよね、うん、それはその家、えー、と教育ローンとかが高くなったりとか大学の授業料が高くなったりとか家が高くなったりとかそういう、まあ、あるいは医療ですかねはあ、い、んか中間層の人らがめっちゃ金に困ってるっていうような記事っいうのはちょろちょろ出てきてますけど、ねうん、いやだから額面通りなのかねっていうのはあるね特にインシュリンの値段とかね ああ、インシュリン、あの、いや、だから、あの、一つちょっとびっくりするやら、呆れるやらという、だから、ニュースは、あの。 カナダから個人が、うん、あの医薬品をだからあの輸入するというのを解禁するとかつって言ってるけれどもそ,うううそれお前んところの中はおかしいじゃないかっていう <laughs> 一か使ってるのはお前んところじゃん<笑><笑>っていうなんか、うん、アメリカって、うんうん、頭いいんだか悪いんだか、うん、よく分からんことをとよくしますよね本当にうんいやだから本当にだからあ,あれなんですよあの GDP 通りの あ,のあそうだから経済発展をしてるのかっていうところはありますよねアメリカが、うん、はあそれはもしかしたら難しじゃねえか、うん要,すうん、要するに物価が上がっただけじゃねっていうはあじゃあその分って普通の世帯の人からもしかしたら多めに絞り取ってるだけなのかもしんないという、うんうん、いや日本以上にねはいへえ<ー>、うん、それ怖いな、うん。なんかああじゃあ ちょっとこれ、あのアメリカ絡みで言うと、うん、最近そのまあ、関税の前に利下げしたりとか、うん、しました。けど、これって、うん、あの段差的にはどう思いました。利下げをしたのはいや。でもこういうのもなんだけども、あの利下げする余地があるというのは、そこは心底。羨ましいところなんだよね。はあ、日本みたいにマイナス金利で日本だけじゃないの。ついにスイスで。これはこれちょ。これはちょっとしたニュース。 だと思うんですが、ついにあの個人のセービスケア、うん、あの個人のだから複数口座のだが金利までマイナスが現れた。え、それはえっ、ー、とあの預けとくと減っちゃうってこと？そういうことです。<え> <laughs> <う>年に0.75%だっ,ったっけな、だかだからそれを取りますと。はい。 えなんかその今まで日本でもマイナス金利と言いつつも実際はそその個人のやつに関してはそうはならなかったの、うん、個人のやつはそこまではいかなかったんだけどまあ<ー>まあ本みたいに安い金利にはなってるけどん口座維持手数料的な感じでもうなんか目減りしていくみたいなそうそうだか,らあのだから頼むから普通預金にはしないでくれとああもっと長く預けるいやあもうあるいはだから,あのだから債券買うなりなんなりしてくれと。 へえキャッシュなんですよねでも銀行とかがめちゃめちゃもうなんというか大変なんじゃないですかっていうかあ,ある意味そうなんだよね、うん、全世界的にあの低金利というのは。は、うんまあ、全世界的に低金利っいうのはつまりお金を借りようという人が少ないってことですか まあそういうことですよね。だから鳴らしてみると、うん、ああのあれ金余りがどんどんひどくなってる。でも金余りがひどくなってるのに、なんかあれだよね。あの <laughs> そうあのあの貧貧乏人が減ってないというね。要はだからあの貧困者があんま減ってないというね。な、うんか。 金持ちの口座残高残高だけが増えていくみたいなイメージなあるんですよねうだ、うん。だからあのそうあのだから金の効率が落ちてる。はあ<ー>、うん、前だったら、うん、同じ額が。で一番簡単なのはあれ持ってない人に配ることなんですよ。うん,うん。で今 まあ全世界的にその逆やってるわけですから、はい、うんうんうんなるほどねうんだからうっ血ならぬ鬱金状態に金がはあ金が鬱になっとるというこれじゃあちょっと金絡みでもう一つそのえー、っとこのアメリカがまた中国を為替捜査国と認定っていうニュースが出てたんですけどこれってまあ要はそのウォン安に。 国家が介入してやろうとしてるという。あ、元じゃなくてウェンミンビでしょう。ああ<ー>はいはいはい、はい、なな人民元ですよね。まあ、はい。なんですけど、えー、それってある程度どこの国でもその為替とかにあの介入はするしているのではないですかという。うん、そそれは米国も例外ではないけどもね。やりすぎだっていうことなんですか、はい、この場合、この為替。 捜査国というしてこの中国を認定したっていうのは。いやーでもアメリカのこの手のものっていうのはなんといあの言えばいいのかなあのふっかけななんかとりあえずけんをふ,ふ,ふっかけというよりも本当にだから俺ルールをだからそのまま押し付けてるっていうものばっかしだからねあんまり。 そういういのばっかりしよあ<ー>結,構結構ユニラデラルなものばっかりしよう、もう一方的に、はい、それはもうトランプトランプとか,かずっと前から日本だったらスーパー301条みたいな、はいはい、あそうかそうかじゃあ、なんかある意味でこういうのもなんだけれども、うん、あの冷戦が終結してひどくなったね、それは明らかに。 なんか共通の敵というか分かりやすいなんか対立関係みたいなのがなくなったから、うん、それは世界中がこう多極化してごちゃごちゃしてきてるからでもあるんですかっていうアメリカ以外の,なそのアメリカに匹敵するような国がもうないから好き勝手できるようにっったっううなな中国ががそうなるのはもう外しようがないんだけどね、うん、でもも少なくともあ,のあれですよそあソ連が 破産してからというものを、を、はいうん、そこはひどくなったなと、俺様ルールの押し付けがね、うんうん、なんか、そんで最近はさらにそのトランプ氏になって、それにちょっと拍車がかかってるような気も <laughs> するんですけれども、えー、また彼がこうちょっとそのネットで発言してたのが話題になっておりまして、えーとこれあの、銃乱射事件が立て続けにアメリカの方でありましたよね。 ありましたねありましたとありましたというのかもうリアルタイムもうなんか感覚が麻痺しそうになってくるんだけれども一体いつ従来者のことを言ってるのかもう全然わかんないですよね。うんうん、そうなんですよねはい、うん、でこれに関してそのトランプ大統領エルパソなのかデートなのかってしかも同じ日だというね。 <laughs> なんか,なんかち記事間違えてるのかと思いましたよ本当に、うんうん、でそれに関してトランプ大統領がこれはなんかインターネットと、うん、インターネットとゲームのせいだとこういう事件が起こるのは言っとるんですけれどもっていうこのしかし何かいろいろ考えてみるとこの発言って深いものがありますよね彼自身がそういうインターネットのことで、うん、ある意味なんていうか あのフェイクニュース的なところをばらまいてきた、うん、いやでも国内テロだけは増えてるんだよね他は結構ずっと減ってきたんですよ、うん、あのもう冷戦終結あのだから以降あ<ー>よまあ普通のっていうと語弊があるけれどもうん、うん、あのそうだからあのホミサイスあの殺人事件というのは減ってきたんですようんあの3割減ぐらいになってるはず確かあの例えばあの まあ、冷戦が終結したのを1991年とするとだからその辺から比べると単純にその、まあ、単純にというのは変ですけど一般的な殺人事件は減っているテロというかある程度の規模の大きなものが増えているてあいうあ要は、いわゆるマッシューリンというやつですね。へえというよりも、まあ、国内テロですよね。 こ,これはでもそのまあ必ずしもトランプのだけでもない、ね、いやまあでもでもトラ,ントランプになってから明らかに増えた、うん、うんやっぱりそれはなんかレイシズムを煽ったりみたいなあの反移民のことを要はかつてであればだからこれ言ったらあれだよ、ね、だから,だからあのやばいよなっていうのがあ通るんじゃねっていう。 この反移民のことを言っても受け入れられるんじゃないかみたいなあと、もしかしたらそういうアメリカのだからそれがなんと言えばいいのかなああののそそそうううだだだはから犯罪全般を増やさなかったっていうのは経済が良かったっていうのもあるんだけども、は。い へただ、なんかアメリカもさっき言ったようなその債務とかが増えてるんだったら、うんうん、世帯の債務とかが増えてるんだったら、うん、そういうことで今後いろんな犯罪が増えてくることもありえるかもしれない。ありえるね、うん。せっかく減ってきたんだけどもトレンドがあのひっくり返らないといいんだけどねっていうは。これなんかトレンドひっくり返るとまた世界にもこれきっとつながってくるんでしょうねっていうか。うんうん ああ。じゃ、もう一つ、うん、なんかこの。激しくまた。燃えてる、うん、最近燃えてるところで。あの、あれですね、香港。<ー>香港燃えてますね。これ、なんか。予想以上に。長く続いてませんっていう、うん。あの。だから、もう。 そう、だから、デモをしてる方にしてみれば、だから、あの、もう、ここで引いたら、もう、本当に後がないと。ただ、こういうのもなんだけども、じゃ、仮に、あの。デモ隊が完全勝利したとしましょう、だから、ううん、そう、あの。だから、今の、だから、香港の、だから、トップを、だから、あの、やめさせて。うん、で、まあ、白紙撤回までは、もう、あの、言ったと思うんです。よ、うん そうです。かなりあれで、うん、あの中国がそれを、うん、まあなんていうか暗黙というかまあそのそういうふうに。 ねその撤回するっていうところまで中国が認めたってもかなり意外だったんでえ<れ>なんでって何もしなくても中国が本当に何もしなくても2050年には香港を自分のものにできるの、うん、待ってるだけでいいの <laughs> いやそそれはそうだから待ってるだけで <laughs> そ,そう,だ,だ,かだ,でそうだからカルーズがあのだから熟してポトンと落ちるのをだから待ってるだけでいいしだからだから恩、うん、ずっと待ってるよって言ったのにだから中国の本音から言うとだからだからお前が忖度して余計なことしやがってです 本当に。あにそうなんだはいそうかそうかそうですよはあ<ー>そうですよだからもう中国はもうすでにあれですよあの鄧小平がもうさっちゃんもうあのだから100%勝ってるのなるほどはいもうだから今から負けはないのはあじゃあ本当になんか香港の,あの行政長官の人は相当なんかこう、うん、中国から なんていうか冷たい目で見られてるというかもう、うん、だけれどもあのじゃああの彼女をクビにできるかって言ったらだからあのそれあのそれ以上にだから適当な人が見つからないというねはいだ <laughs> から、はい、嫌な立場につきやついないでしょうし、はい、でもあんなそうです,<ん>そうですはいしかし、はい、あ,あんなふうに市民と警官が、はい、香港であの ガチに対立し合うってすごい光景だなと思って警官隊も水平発射とかしてたじゃないですか催涙弾とかもいやでも天安門はあんなもんじゃなかったよねああんかその結構その中国軍の息のかかったのかもしれないというような人間っていうのがこうとしてでも皮肉でも何でもなくってあのそうだから 香港だけではなくて、中国全体がだから、あの <laughs>、だから資本主義になって、そう、資本主義、資本主義国です、今や、立派な。で、あの、人選ができて、だからあ、あの、あの、あ,のあれですよ、あの、少なくとも経済規模では、だから、上海の方が大きくなってとかっていうのがあるからこそ、今程度で進んでるというのもし今あのあの、あの、中国の、あの、だから、あの、経済力が、 あれですよ。あの天安門事件の頃程度であれば本当にだから戦車で引き殺してたかもしれない。香港がある意味小さななったから住んでる。そう,だからうん、そうそう中国の方にもあのゆとりがあるんですよ。だからちゃんとちゃんとこれはあれもあのマッティはもう自然に落ちるという。はい。だからやいやな話聞いちゃったな。うん、いやでもあの鄧小平の頃はだから一国二制度っていう風にだからあの。 だから言っても結構結構それって痩せ我慢じゃないってだから中国の人も思ってた節があるの、うん、へなんかこれしかしこの2050年まで待っとればいいと言いつつもこれ規模が大きくなってきたら本当になんか。 せざるを得なくなったりとかしないんですかね。せざるをああのこのデモ対、うん、デモの規模が。要するにだから戦車で踏み潰す。うん、っていうこともあり今の段階であり得るんですかねそういうこと。<や>とそれはないって言ってもいい。さすがに今度それやるとあれなので、うん、あの貿易が止まっちゃうので。なるほどね。はい。ああは,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 はい。でまだ止められないんだな中国としてははい。ああ<ー>はい。まだ Made in China を世界中で買ってもらわないとちっと困るんだな。うん。 じゃあしばらくはでも何というか小競り合いみたいな状態がずっとしばらく続くって感じになるんですかね、うん、香港の人が自然に沈静化するのを待つとかなんかそんなような感じになるのかなでもなんかでも本当に今回あ,あれだよな本当に余計なことしやがってだと思います中央そう <laughs> だから余計なことをだからさせないためにだからお前を任命したのになん,でなんでそんなバカなことを忖度するんだという変なそういうい会議室みたいなところに呼び出されてこう床がパカンと開いて落ちるみたいな,なんか仕打ちを受けそうな気がしますけどもね、うんうん、いやー怖いなしかしあ香港は中ブラリンなのだね、うん、これなんか香港ただこんなことが起こるとすごい観光も減ったりとか。 なんかいろいろビジネスで悪影響あってますますすいやでもこういうのもなんだけどもだだかかららあのだから当然、そだからかつてのだからあの香港人のだから世界中のイメージというのはだからそういったあのポリティカルなことよりもあのコマーシャルなことの方が香港では優先されるはずだと。 でもそうでなくなってだから何と言えばいいのかな普通の民主主義国みたいになってきてるもんねそこは面白いところだなと面白いところだなって本当に他人事みたいに言ってられるのがだろうかというのはあるけれどもはいやいやいやじゃあ国内の方に目を向けてかんぽ生命の話いきますか。いや <laughs> なんかこの一部では赤いバイクに乗った詐欺師集団という話もなんかどっかでツイートだったかなんか見ましたけどもねいやあのー、う,うんすいません楽しい話題じゃ、うん、なくて申し訳ない <laughs>、うん、不正の疑いとかでなくってうん、うん、なんで 今のところ誰も逮捕もあの書類送検もされてないんだよね、そこちょっとびっくりなんだけど、はい、なんか、これあのそういう生命保険とか金融商品を売るところっていうのは結構いろいろ厳しい決まりとかもあったりするわけなんです、ね、ありますけども本当にあれですよ、普通のそういうだから金融業でも何でもない商売でも。うんあの あれですよ、ね、だからしょそうだから署名をコピペするとかはあはあははあ、それって完全にもう一発アウトですよねどんなだめですどんなところでも、はい、ど,どんなどんな何と言えばいいのかなどうしようもない商売でもはい <laughs> うん、うん、いやもしかしてあのどこの場だよっていう、うん、そうだから普通の商売でも ダメですで金融業というのは普通の商売ではだから多めに見られるというものもだから多めに見てくれない世界です。でその中でもあれですよね保険といいうのは一番厳しいわけですあ<ー>なんと言えばあのいいのかな一番あの詐欺そう客の方でも詐欺に走る誘惑というのが大きいのでだから保険金詐欺というのはわざわざあのだから言葉が。 あるじゃないですか。はい。そうですね。だから一番厳しいはずなんですよ。それいい加減だったりすると、本当になんというか。変な犯罪とかも誘発というか。起こったりとか、大変なことにもと。変な犯罪を誘発じゃなくて、実際やってるわけじゃないですかま。まあまあ、そうですね。はい。金融庁、本当何してんの、これ。うん。はい。<laughs> なんか、この。<laughs> 即警察が動いてみたいな話のような気がするんですけどもね。これ、うんうん、万件数万件という単位ですよね。確かなんか。いや、だから、これ、あの、円論よりやばいと思うんだけど。ほう。うん、ほうほうほう。しかも、もともとそういう、なんていうか、公の会社だったところだから。高齢者なんかっていうのは、信頼が結構絶大なものが。 あるんんじゃないかと思うんですけどもね、うん、それが完全にこういう不正販売をやってるとなるとこれっていやこれ例えばあのア,アフラックとかが直にやってたのだとしたらこれをあれですよ日本から叩き出されますよ絶対にうんよくこのが外国資本の,、うん、あの金融なんかちょっとしたルール違反を犯すと、うん、すぐになんか。うん くらいくらいますよねなんか業務停止みたいになっていやすぐでなくてなんダグティバンクて<の>ってあのあれですよえー、っと8山市が潰れた時よりもやばいと思うんだろうこれでもあんまあのそういうあの雰囲気ではないですよね間違いないそれはね、うん、うんですよね、うん これしかし、この官ぽ生命がこういう不正な販売とかに手を染めるというかそれがもうすごい件数やってるっていうのはもうビジネス的に相当無理があるようなところになってきたってい,いやビジネスとかというレベルを超えてるでしょうだからこれはあれですよ、あの郵政民営化までだから遡って、うん、あ,のあれですよね。あの 検証。が行われてしかるべきレベルでしょこれは。ああ。そこまでか。かもう本当に、えー、もう小泉。さんの。ところの。あの、えっ、ー、と、なんだ、十何年前になるのか。うん、そ,そこまで遡って、こう、うん、一から検証すべき。案件に。うんうんうん、で、あ,<ー>あれですよ。郵政民営化で。 あの何か良くなったことがあるのってツイッターで聞いてみたところ少なくともあれですよねあのだから、ゆうちょ銀行はよくなったとあの要はだから他業へのだから送金他業からの送金というのもできるようになったし。 そ,それくらいって言ったらあれだけどそ,それくらい本来はやっといて当たり前のようなことだった気もしますけどもね。いや単純にこうなんていうかもうビジネスとしてうまみがないからなんか無理をするようになってきたのかなとか思ったんですけどね。うん、ビジネスとしてうまみがないからっていやだからこういうのもなんですけれども B あの B うん。 うんなんかそういう他のあの競合よ,よりなんというかまあ最近だったらフィンテックなりとかあるいはまあネットいやでももともと普通の企業ではなかったんですようううんうん、うん後者が。要はだから最だからなぜ最初に分割あのあれですよだからあのだからユン政民営化っていうふうにあの、うん あ言ったかって言ったらああそうですねはい、はいはい、そうではい。そうか、それぐらいまあでもあ,あれなんですよねであの民形では集められないぐらいのだからお金を集めてたとからそれが財政投融資というので、うん、要はだから半官半民の,あ,のあれですよね財源として 機能してたわけですけれども、はい。うんうん、だからこういうのもなんですけれども、確かにあのあれですよね。あの郵政って、<laughs> あのそうだから本当は運送業なはずなんですけれども、うん、あの金融業の方がずっと大きかったわけですよね。だから<ー>、うん、だから金融業を独立させるというのはあのうん僕も反対じゃないんですけれども。うん えでもまあそれって言ってみたら殿様商売というか、うん、あんまり商売のノウハウがなくても今までうまくいってたところっていうのが民営化されて、うん、そのノウハウもないのに民営化しちゃったもんだからこうどんどん自品になっていったみねだなことにあるああれですよね。あのそう <laughs> あの 郵政というよりもだからあの郵便貯金とだから簡易保険があの民業を圧迫してたというよりもうん、うん、そうあの,そう民業のタフな世界に <laughs> とても耐えられるような体制ではなかったとだから言ってみたらそうい,う、うん、いやでもだからといってあれですよ署名偽造ですよだ <laughs> かすげえ地面師も顔 いやだからちょっとびっくりだ、うん、なんかあれ専用のツールがあったんでしたっけそう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 そコピーそるためそう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 そ,そう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 いやだからあれは本来だから書名をコピーするためで,ではなくてだから単にだから書名をディジタイルするためのものだったんですけれども <laughs> それをペッコピーして、うん、貼り付けるのに使っちゃった、うんうん、あコメントでなんか「家族が郵便局員だけどノルマすごいよ」って、うん、ああ ななんだろうななんこの結局ビジネスノウハウがないのにこうやっぱりそのあこ,れこれは郵便局なんかにしても、うん、あのそういうものだけ押し付けられるからどんどん現場の方に、うん。うん なんか負担普段とか歪みがいっちゃうのかなっていう気は。うん、だから、なんて言えばいいのかな、官民の悪いところを合わせ持って。民共のノウハウのなさと <laughs>、うん、なんか、官の硬直性みたいな感じなんですかね。いや、でも、ちょっと、ちょっとサイン、サインのコピペは。お、お、びっくりだけれども、でもよく考えたら。うんうん 日本ではあれだよね、人の印鑑をだからかあのだから借りて勝手にしょあのだから処理を進めるってあのいうこと自体は悪いことだと捉えられてないんだよね。<laughs> そ,そう考えたらその文化があったからみたいな。多分その文化だと思うんですよね。<laughs> この漢方のやつに関してはそう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 怖いなそれ。<laughs> なんかモラルもクソもないですよね。うん、えー。 なんかコメントで動物園で生まれた象をのに話しちゃったって書いてああそれ,あそれうんれてるまあ、まあ、あるいはあ,あのあれですねだから水族館の,だか,らあのだからクラゲをだからそのまま浜辺に打ち上げたみたいな <laughs> 浜辺に海に,、うん、海に話すらしながって感じですええいや怖いなこれこれなんかまだまだいろいろ出てきそうですねこの 今の段階でこれっていうのはさらになんかでかいことになりそうな気が、うんうん、でもあんまり大騒ぎしてないでも本当にこの一件だけでもあれだよね、うん、政権吹っ飛びそうだけどだからその意味では今の政権ってすごいよね <laughs> 丈夫さがうんあ<ー>何を引き換えにしてるのやらっていううんああこれなんかなあ野,党野党取っと。 ととかかそういういことですか野党なんかの追及がそんなに厳しくないのはってことですか野党いやまあでもそういうレベルも飛び越してるような気がするんだけどなこの「漢方生命なんい, <laughs> いやいやちょっとじゃあ政権の話が出たところでもう一つ、うん、なんか最近あの統計不正ってこの前相次いでたじゃないですかこの前もあのいろいろと。 それを防ごうと内閣官房に統計不正防止を一元化するというニュースが出ておりましたがなんだこのあのいやこれは本当にあれだよね,きねに,に小屋のを、はい、<laughs> 頼むようなことですよね、はいうん、これってあのどうやったら統計不正みたいなものっていうのはていうのは 防止できるんですかね。あれです。やっぱ、あの公文書館に、だから、あの、だから、相の、だから、地位と予算をつけるっていうのにつけるよ、ねはい、ううん。なんか、内閣官房とか、そういうことでは、もう、なくて、うん。で、あと、もう、うん、あの。何も記録を残さないというのは。うんうん、だから、そのこと自体が。あの、もう。あの、あの、罪犯罪な、罪なのだと。 で記録がない場合というのは、だから、一番悪い方に受け取るよっていうのをディフォルトにしちゃうことですよね、<ー>はい。はあはあははあ、なんか、またあの、ダーーうだから記録がないのは、もう身の潔白ではないと、だから記録を用意しとか、記録をだからきちっと取ってなかったお前が悪いのだと、もう記録を取ってなかったこと、それ自体をだからきちっとだから犯罪として、だからあれですよね、あのだから上げていかないと、はい。 なんかこの記録取らないことの問題点、うん、ダンさんよく指摘してましたけど、うん、最近でもこ,こんな記録を取ってないこの何ですか裁判憲法裁判の資料とかが多数破棄されてたというこうすごいっすねっていう、うんうん、この判決自体は残っててもそのどういうふうな審理の過程とかを経て あのそういう判判決になったのかみたいなことの資料ってい,、うん、いやだから本当にああれだよねもうあのもうこのあのそうあのこの記録を粗末にするっていうもう日本仕草と言いましょう。<laughs> はい。新しい仕草が来た、うん。新しい仕草じゃないよ。いか昔からあるのよ。後ろ伝統だよ、ね、そうそうそう伝統よ <laughs> 伝統系じゃん。 そうか、江戸仕草よりも根拠がある。そう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 、江戸仕草はあれだけど、だから高専でっち上げだけれども。これはもう、あの、連綿と記録があるわけですよね。<laughs> はい。ひじくら。はい。ひじくら。はい。ああ。いや、だから、これは本当に。あの、だから、今の時代。損してますよ、ね。だから。 あの昔からやばかったんだけどもだから今は昔よりもだからやばさの次元が違うんです記録がないっていうのはほうほうえ、はい、それはこういうあのきあのいわゆる憲法裁判の記録なんかについても全部についてそういうことですはい、うん、これなんかあの素人考えでは普通に不思議な仮想通貨に至ってはそもそもだから通貨とは記録であるっていうのを証明したわけじゃないですか はははいいいこれなんていうか破棄する前にそれこそあとドキュメントスキャナーにちょっとかけるだけでなんか記録ってとりあえず最低限のまあでもそれ以じゃの,あの多分それ以前のものもバンバン捨ててたんでしょうねこれは一応法的なだからあのだから記録期間というのはだからあったけどそれすぎてたらバンバンすぎ捨ててたんでしょうねうん これはなんか多分、まあ、現場なんかはきっとその忙しいから仕事に作業に言われて、まあ、言われたらまあ普通に「はいはい」つって捨てるんだろうけどそういうなんかもうちゃんとしたルールがなかったっていうことなんですかね。あなんか広告いただいたようでどうもありがとうございます。ます記録を残すのにそんなにお金がかかるのってコメントが出てますね。 そんなにすごいお金かかるのかな、いやーでもすごいお金がかかるとかじゃなくて、あのあ記録を残すという癖がないで、うん、捨てることがだからあの罪だという意識がない。はは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 。なんかサクサク。 特に何も考えずに、こう段ボールに詰めて捨てたような、なんかこう、なんか感じなんですかね、この辺の。いや、これって立て直すのって、本当に、そういうダン段差が言うように、それをちゃんと、あの、法案として立てて。だから、せ、うん、世代が入れ替わるぐらい。あ、あれ、時間が、あのかかるのかな。うん。 そそもそも何か法案とかをやってもそれが何か可決されないかもしれないですよねこれだけあの、うん、記録をないがしろにする文化っていうのが根付いちゃってるとうん、うんうん、ーいやーなんかすっげえやばいか葛藤すらなさそう,うまあでもこういうのもなんだけども記録のあのだから重要さというのは、うん、あの若い世代ほどあの あれだと、あの思います、だからレコードネイティブになってると思います。<ー>はい、s. N. S. でバンバン。そう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 。でむしろその消えないことのリスクみたいな。こともよく分かってたりもする。だから些細なことも消えないというのも、彼らにとって当たり前だから。ああ、ああ、ああ。そうか。だからその意味では、あの。世代が入れ替われば、あのもっと、あの。 あの記録を大事にああのあのするっていうだからあの一末の希望を持てるなんか SNS で記録が残って、うん、スティグマになって嫌な思いをした人が上についたら、うん、むしろ積極的に消しちゃうかもしれないですけどいやだけど消し切らんというのも分かってるわなるほどそういう一旦見にくくするのはできても消し切るっていうのは難しいんですよはい。 それが肌感覚でで中途半端に残っているとだから自分の不利に働くとうんうん、うん、自分の主張とかもきちんと記録してそう,そうだからあのあれなわけですよだから身のけ記録があってやっと身の潔白が証明できるとはいいや肌感覚でなんか分かってないと、うん、多分それって難しいんだろうな、うん、これって IT リテラシーとかなんかの感覚、うん あるかないかでも大きく違うような気がしますけどね。多少なりとも I.T. リテラシーがあったら、そのなんか記録を捨てることに対する恐怖心があると思うんだけどなま、うんまあ。まあでもあの本当そ,<う>それ以前から続くもの,ものだから、うん、そうかそうか。うん、記録の形しっていうのは、うん、だからあのすごいなだからここはあのだからあのそう あのあの日本はあの例えばアメリカとか中国に比べるとずいぶん不利な点からスタートしなければいけないっていう。なんか、なんというかスタート地点がもう遅れてるんだ、うん、そうなんです、ね、いやいや遅れてるんですよ。いやなんかずいぶん中国から置いてかれた感がありますね、本当。 そうういところでも前は中国って結構その高速鉄道の事故のあとを埋めたりみたいなその記録を改ざんしようみたいなところで笑われたりもしてたところがあると思うんですけどもなんか同じようなことをなんか日本はやってるんじゃないかという気もしてきましたけどね本当。いやでも何と言えばいいのかな。あの,あの わざわざ偽記録を作るっていうまでには至らないところがなんか日本は面白いなとはあ、うん、捨てちゃうだけであって捨てはするんだけれども、うん、な,なんだろう変な変なそこで両親は残ってるっていうことなのかな <laughs> まあただな慰安婦の件とか見ると言い換えはよくするよねああ<ー>言い換えはよくするよねなるほどね、うん、なるほどね 言葉、うんうん、使って、うん、言葉遊びをよくするよね。うんうん、じゃあ、もう一つ、じゃあ、無料でもう一つ、うん、あの、セブンペイの話しておきますかね。うん、ああ、まあ、<laughs> これまあ、これは、あの。普通に終了。数、そう、あの、一連の事件の中で、数少ない、あの、だが、正しい判断かなと。ははは。うん。 そ,うそれに至るまでの判断が間違い続けだったわけですけど、ねうん、なんか、ほか、ほか、うん、だったら、もっと、もっとこじらせるかもしれないという、うん、<ん>いや、十分こじれたんだけれども、ただまだ被害その総額は1億円とかいってなかった、何千万円とかでまだ止まってたレベルではありますけどね。 ああそだから、直接的な被害は犯罪のだから被害額としてはあのそんな大したことはないのかもしれないけれどこれ、まあ、開発費も当然かかってるだろうしセブンペイで今,今後得ようと思ってた利益とかそういうものってのも全部吹っ飛んだ。 なんかあのだから他淘汰されますよっつって言ってたらだから真っ先に淘汰されたというただあの、うん、気になるのが、うん、オムニセブンとかセブン ID とかその他のその他のっていうかそのセブンペイ以外のこの ID のシステムのことについてはい、はい、あむしろむしろそっちのそっちはやめるにやめられないんだよねだけどなんか他の会社も乗っかってるのではい なんていうかこのセブンペイそのリスト型攻撃だけじゃなくってなんかこういろいろ漏れたりとかそうだからまだまだ真相は分かってないだから少なくとも公表はされてないんだよねうんそのそれこそパスワードリフレッシュはやばいねだってあのだからほだってセブンイレブンとはかんあの一見関係ないところまで来てたもんねはいおお、はあ、こう 他に脆弱性残ってないか。うん、いや私もなんかあのネットスーパーを使ったことがあるからうん、うん、ID は作ってあるんですけれどとりあえずどうしもう前はその前にあのクレジットカードだけうん、うん、その紐付け外してそのままにしといた方がいいと言われたんですけどうん、うん、どうなんですか、うん、ダンさんだったらどうしますセブン ID 持ってたら。 あ、セブンアイディを持ってたら、いや、持ってるよ、それは、それは持ってるよ、はい、それをとりあえずせ、せ静観取得そのままにして。あの、多少脆弱性の心配とかが、なんか。あったりとかしないんですか。いや、まあ、あの、残高、あの、だから、抜いて、あの。カードとの、だから、紐付けを切ってあるので。うん、だから、今は、<れ>うん、今、僕のセブンアイディは放置状態なんだけど、ね。そうか、別に。 そのセブンペイと結びついてなかったら直に金取られるとかそういうことがあるわけじゃないからあ。というよりもクレットカードとのあのだからひも付けがなければそうかじゃあ、まあまとりあえずそれで様子をいやだからこれはユーザーとして見た場合であってだだこれあれあよねセブンアイ法人のだから立場から見たら,だからこれ絶対放置しとけないわけですよ。はい なんかすごいシステムの刷新とかやっぱりやんなきゃいけないわけですよねなんかもう上から下まで全部点検してうんいやだからどうしたもんか、ねうん、それなんかそのこういう時の CTO に任命された人はきっと大変だろうなみたいないや大変だろうなではなくてまあ千載一遇のチャンスと見ることもできるんだよね うん、うん、これを立て直して信頼性のあるシステムにやったら、うんうんうん、というのもあの、うん、まああのあれですよあのネットで物を売るといえばもういやあのやっぱりまあ世界チャンピオンアマゾンなんですけれどもうん、うん、実はウォーマーとも結構頑張ってるんですよねあ<ー>まあ日本にはウォーマーとのプレゼンスがほとんどないので。 まあ声優ぐらいうん、うん、な,なんですけれどもあの結構頑張ってるんですよねうん、うん、ネットの世界でもはいで多分そういう勝負になっていくはずなんですよセブンアンダーーイ・ホールディングスの,、うん、あの最大の敵というのはイオンとかではなくってアマゾンとか、うん、になるはずなんですよウォーマートは日本にはあんまプレゼンスないじゃあでも随分この何というか 出遅れちゃった、これ、これで、あの、手間を。あの、ずいアマゾンに先行されちゃって、追いつこうと思ったところで、またこう足止めを食らった感じ。が、うん、からどころか、あれだよね、あの。間接的にアマゾンの配下でもあるよね、だって、あの、アマゾンの。ね、だから、送付先として、だからセブンイレブンの受け取りもできるわけだから。<laughs> う,かうん。そういう見方もできるか。そういう見方もできる、ね。うん。 アマゾンとかね、なんかアマゾンのそのまた決済サービスとかもしし、うんうん。だけども、今本当にあれですよ。あの、ネットでのプレゼンスがない。っていうのは、あれですよね。あの。もう、空軍のない軍隊に等しいですよねあ<ー>、うん。いくらあれですよ。あの、だから陸軍が屈強でも、あれですよ。もう、あの、もう空爆で蹂躙され。ちゃいますからね。はい。いや,い,やいや、いや、うん、いや、いや。 これってしかしこのセブンイレブンのセブンアイホールディングスのえらいさんのところのリテラシーが結局のところ弱かったってことなんですか。えらいさんのリテラシーというよりもまあ世間でいうところではあのあれですよね伊藤洋華堂のだからあのだから伊藤家とでセブンイレブンの鈴木家とで小池総動的なそうそうそうだからだから小池総であの そうだから鈴木派が敗れたけれどもだからそれはだからネット推進もあの第二世代が進めてたのにというところはあるらしいですけどでも、そんなの言い訳にできないですよね、うん、だから客,客から見たら本当知ったことからですよね。いなんていうかそんなに重要な、うんうん、このセブンペイってめちゃめちゃ重要な役割を担ってるセブンペイというよりもセブ 7ID ですよね、はいまあ。このかなり 今後の,、うん、あの要になるようなところだったはずに、うん、あんな、うん、そういう二段階認証知らない社長を据えてしまうというあたりが相当まずいんじゃねえのっ、うん、いやまあ知ってたけれどもあのどういう脈絡があるか分からなかったというのはだから余計は <laughs> まずいわけだけれども、うん、あーあーいやいや、あ <laughs> じゃあそろそろえっと切り替えのタイミングが来たあもうちょいまだあるかな。はい、あそうですか、はい とりあえず、えーといや、次回告知をしようかなと思ったんですが、はい、ともう一本ぐらいやりますかじゃあお金の絡みで言うと最,、えー、最低賃金が東京、神奈川で1000円を超えたという金の絡みでちょっと待ってください、リンクでますんです。まあ これ,これや,、うん、やっとって感じなんか全然一向に最低賃金もなんか上がらなかったところがようやく東京神奈川のレベルで1,000円を超えた、うんうん、これはいかがですかっていうかでですこれもあのまあ都道府県ごとじゃないですか、うん、であやっぱりあのあ と思ったのは、うん、大阪の低さ大阪,あ大阪は低かったんですか、ちょ,ちょっとそれ見てなかったな。大大阪阪はでしたあ最低で全国であ全国平均が、うん、あのだからあの900円台って出てるんですけども900円台のところっていうのはすごい少ないんですよね。うんだから、過重平均なのかな。 おー大阪、大阪、大阪、うん、大阪はいくらだあ大阪936円まあでも随分あれですよね大阪あ一応964円にはなってるのかなうん936円から964円には上がったみたいではありますけどね一つあれか。 まあでも神奈川より低いんだよ。ああそうあ本当だ。うん、神奈川はもう1000円超えてるわけですね。そういうことです。はい。う,ん,うん。これ全国一律1000円じゃダメなんてコメントが出てます。えっとそれは結構あの意見が分かれるところですよね。うん。そうだから違くだからあのそもそも物価が異なると。 で例えばアメリカとかでもだから州ごとにあのミニマムウェイジスっていうのはあの違いますただしアメリカの州とだから日本の都道府県っていうのはうんそのだからもうアメリカの各州というのはもうステージですから国ですからはい、まあ、じゃあ日本の場合はそこまで その独立してないというの。だかば、うん、だから日本の、<に>うん。だから、日本の結構、そう、都道府県というのは。あの、結構謎めいたエンティティでもあるんですよね。例えば、あの公安委員会が分かれてますよね。都道府県ごとに。<ー>はい。はあはあ <け>でも都道府県ごとに分けとくるめ、ユニットってどれ、あのメリットってどれくらいあるんだろうっていうのは。いつも感じるとです全国的なことをやるんだったら、うん、一緒にしようといた方がいいんじゃかみたいない。そう、だから、あれなんですよね。あの、<日>京都府県が、<laughs> はい、はい、裁判課か。そう、そ <laughs> <ー>う、そ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 う。ああ、い、はい。気もするんですけど、それはさておき、う,ん、うん。これは。あ、北海道はもっと強い。うん、うん、うん、うん。 いやでも僕は全国一律は結構賛成なんだけどねうん,うーんそうするとだから全国一律にすると相対的にあれですよ地方の最低そうあのだから賃金が上がるのと同じ効果があるので、はい、うーんそれはだか,だから同じ1000円でも東京の方ができることが少なくなるわけですからね まあ、ほとんど家賃なんですけれども、ね。それは地方に、その人がもっと行くっていう、東京の一極集中を避けられるっていう分。そういうことですね。はい。うん。奈緒さん、どっちかっつうと、東京一極集中肯定してる方じゃないですか。あ、あの、だから、肯定は、だから、あの。肯定してるからこそ、あの、うん、なん、肯定というよりも、だから、自然とそうなると。うん、うん、う,うん、うん。でも、こういうのもなんですけれども。最低賃金というのは。 あの不自然といえば不自然なわけですよそういうあの最低賃金っていうものはそれは不自然な方体がそう不自然な方が公正だからだから法律でこういうふうに定めますっていうのはだから全部あのだから公正にするために不自然にしたというものですからはいだからほっといても東京に一極集中するようにだから最低賃金というのはなければいくらでも あ、あれなわけですよね。そうそうね、ねぎるんですよね。はい。なんか、これでちょっと。もしそういうものであれば、なんであの労働者の価値が。あの例えば、だから東京とだから九州、で違うんだと。うん。うんいうことにもなるでしょう。はい。あとこの最低賃金に絡んで、ちょっと気になったのが。そうか、鹿児島人はあれか、だからあの、だから東京人の。 あのあれか8割弱の価値しかないのかっていう見方もできるわけですよね最低賃金を <laughs> そう元に話を進めればはい。平均賃金で見ればもっと差があるんですけど、ね、ははい、あとこの、はい、あの結局最低賃金こう上がったんだけれどもはい、はい、その労働者の多くがもう最低賃金レベルに張り付いてるという状況が増えてきてるというそうなんですよねはい。うん なんかもう最低賃金ってその今までの最低賃金えその少し前の最低賃金っていうのはもうなんていうかこれで暮らしていくっていう感じじゃなかったのに今の最低賃金っていうのはもうそれで,それで暮らしていく人がかなり増えてきて半分ぐ4割ぐらいそう小遣い稼ぎの意味ただしでもあの 日本の最低賃金というのもあれなんですよねあのアメリカの,あの中西部の最低賃金とそんな差がないんですよね実は。うん、なんかアメリカ高いイメージはあるけど別に必ずしもみんな、うん、中西部のあたりだったらまあ近いというう。これ,あれコメントでその都,市都会と地方が違うのは家賃だけですよみたいな。 そうなんですよでもその家賃が決定的なんですよね。うんはい。固定費ですからねはい。ディフィニティブなんですよね、うん、はいそれにえ。でも家賃だけかなでもどの道東京の最低賃金1000円でもだから家賃的にはやばいからだから最低賃金であのでは最低限文化的な生活は今のところは。 営めないんですよね <laughs> これはもう本当にどの都道府県にいようがう最低賃金では最低限文化的な生活というのは無理これは最低賃金の値段というのはじゃあつまり最低限文化的な生活を送れるっていうことを算出してその上でやっぱり算出すで,す、ね、である必要というのは必ずしもないと僕は思ってますそれはなぜかっていうと、うん、あの。 最低限文化的な生活を営むのにだから必要なあのお金というのをだからあの労働と引き換えということであればそうなってしまうんですけれどもそうである必要は必ずしもないと思ってますだからこれはもう持論なんですけれども配れと足りない分は配れとはいわかりましたじゃあまあ残念ながら今のところはだからあのそう 配った分だけで最低限文化的な生活というにはあの、まあ、日本の国力的には無理というのがそれだけの国力がだからある国というのはそんんななにはないんですけれどもね、はい、昔のブルネーみたいなところだったら昔じゃなくて今もそうだと思いますあそうですか。はい、今もそうなのか、まあ、結構ゆ豊かな生活がある意味配る金だけでできるみたいな。うん ただそういうところというのはあれなんですよね。何しろあの住民の中で国民がマイノリティですだったりしますか、ね。ある意味何、はい、というか人によっては相当きつい状況に置かれて。とか。うん、うん。うんうん。じゃそろそろえー、あお時間過ぎましたね。えっ、ー、と有料への切り替えなんですが、はい、次回の告知えっ、ー、と、はい、次回は8月の20日。はい8の20です。 はいえー、火曜日20時からですね、はい、これでこちらよろしくお願いします。じゃあ、あと今日有料の方であでやろうと思ってるのが、あのリクナビですね、うん、これ結構でかいんじゃないですか、就活生の内定に対して実はやばさからいくとな、んぽ生命という山にも勝るとも取らないんだけども、漢方 <laughs> 生命以上に、だから皆さん、のほーんとしてるよね。ほう うほうほうほうそんなにでかい話になってくるんですねこの陸並みのやつはあともう一つじゃあ天気の子についてもまあちょっとレビューというか、うん、いやでも本当にあのいいニュースの子が欲しいねいいニュースの子が欲しいね <laughs> なんかねいや、うん、普通に大きなニュース選んでいくと、うんうん、なんかこう ね、ななんかこうもうちょっと月に行きましたとかなんか画期的なエネルギー発見されましたとかなんかそういうような話とかあるといいんですけれどもね「うんうん、陸ナビ問題知らない」いやこれでかいですよ本当に、はいえー、じゃあ、えー、ここまで見ていただいた方どうもありがとうございました次回は8月の20日、えー、火曜日になりますのでこれよろしくお願いいたしますじゃあ,あのそろそろ有料の方切り替えよろしくお願いします、はい